はい、こんにちは。富山県立大学の問題紹介いたします。あと、本、よろしくお願いします。オイラーの公式がわかる本です。問題はですね、絶対値のついた二次関数と、原点を通る直線とで囲まれる二つの部分の面積が等しくなるような、この K の値を求めなさいと。いうんで、じゃあ、このまず絶対値のついた二次関数ですけども、まあ、一目見て、0と2で、X 軸と交わるのは分かって、で、まあ、絶対値がなければ下に一つ。こんなんで。で、まあ絶対ついてるんで、この部分がまあ折り返されると。こんな感じと。まあこれはまあ一応、なしと。で、原点を通る直線で、K の値は0から2の間っていうのは、0より下だったらまあ、こう、この二次関数と交わんない。交わらない。0でしか交わんないと。で、2っていうのは、このちょうど0におけるに接線の傾きが2なんで、それよりは低い。まあ、要するに大体こんな感じですよ、と。そしたら、この交わった、じゃなくて囲まれた2つの部分の面積が等しくなるような、この y イコール kx の k の値を求めなさいという問題ですけども、ここでまあ、放物線と直線とでの囲まれた面積っていうんで、まあ、当然パッと思い浮かぶ、有名な6分の公式ですね。6分の。マイナス、カッコ、ベータ、引く、アルファの3乗っていう。まあ、これを、ここではまあ、じゃんじゃん使いたいんで、一応、とりあえずじゃあ、これ一体何なのかっていうことだけ、お話しとくと、まあ、こう、放物線と直線が交わった、この面積を出すときなんかに使う。ここはアルファ、ここはベータとか。または、放物線同士が交わってるような、こんな、上と下と下と下の放物線が交わってるのでも使えるし、あ、もちろん、なんだ。こういうのでも使えるのかな。でももちろん使えますと。で、じゃあ、それの公式っていうのは、アルファとベータ、交わってるところからの積分、インテグラルのアルファ、ベータで、x マイナスアルファ、x マイナスベータと、の dx が、まあ、こうなってますよっていう公式なんですが、一応、まあ、導けっていう問題も出たことありますし、積分の計算工夫するとき、これが、たとえこんな風になってても、2乗2乗とかなってても、同じように導けるんで、まあ、やり方としては、要するに、計算を楽にしようっていう工夫が、この公式を導くことになりますと。そのために、積分っていうのは、こう結局、こうなった時に、ベータの値を積分された関数に代入して、で、アルファを代入したやつを引き算すると。で、積分っていうのはまあ当然分数がいっぱい出てきて、計算大変だねというときに、じゃあ、アルファを代入したときが、この中身が0になってくれれば、引き算はしなくて済むねっていう、そういう工夫をするのがこの公式ですと。じゃあ、そのために、アルファを代入したときに0になるようにするために、この式をちょっと x マイナスアルファを塊と考えるような変形をしてあげると。x マイナスアルファを無理やり作ると。で、今、この x マイナスベータの部分をこっちなんで、こんなマイナスアルファなんかないし、マイナスベータがなきゃいけないんで、マイナスカッコベータでマイナスアルファにすれば、これでちょうどアルファは消えて、マイナスベータなんで、これと同じ式と。まあ余計なことをしただけ。でもその余計なことをすることによって、まあこうなった時に、アルファ代入した時に消えてくれるよ、ゼロになってくれるよということで、じゃあこれ結局、これはそのままアルファ、ベータ同じで、x マイナスアルファのこれ展開して2乗でマイナス x マイナスアルファかけるベータ引くアルファの dx と。じゃあそしたらこれは積分するとここでもうこれ書いてみましょう。3分の x マイナスアルファの3乗でマイナス2分のx マイナスアルファの2乗で、ここにベータ引くアルファがあると。で、ここでベータを代入すれば、3分のベータ引くアルファの3乗。で、引くベータ入れると、ベータ引くアルファの2乗と、ここにもう1個ベータ引くアルファがあるから、2分のベータ引くアルファの3乗と。で、アルファ入れたときはもちろん予定通り0なんで、もうこれを計算すれば、3分の引く2分のなんで、マイナス、こうなりますと。で、これ、面積出すときによく使うのに、頭にマイナスして、で、ベータの方がでかいのに、マイナスになっちゃわないのって言うと、なっちゃわないんですね。これって、例えばこういう状態だったら、
こっちが y イコールなんとか x で、で、下に出すだったらこれ x2 乗の係数正。で、この面積出すための式っていうのは、上から下引くんで、直線から放物線引くので、まあ、なんとか x、マイナス x2 乗なんちゃらになると。で、一応、ここで大事なことを忘れてたいと。一応、係数がくっついてたら、その係数をここに書きましょうっていうのが約束なんで、この場合の係数はマイナスですと。なんで、この場合だったらマイナスが係数なんで、マイナス、マイナスでちゃんと面積プラスになりますという話です。じゃあ、この場合はこれをじゃあじゃんじゃん使っていきますと。3乗の、6分の公式使っていきますと。で、じゃあ今まずとりあえずこの交点が必要なんで、交点2箇所出しておくと、これは今、上に1つなんで、符号が反対になった、マイナス x 乗プラス 2x と、y イコール kx の式なんで、まあ移行してマイナス、イコール0と。じゃあ、マイナス x でくって、x マイナス2プラス k。なんで、まあ0はもともと分かってて、ここは、2引く k ですね。2引く k、2マイナス k と。で、こっち側はっていうと、やはり連立させて、今度は x2 乗、マイナス 2x、下に1つの方なんで、で、マイナス kx イコール0だから、x カッコ、x マイナス2マイナス k だから、2足す k と。と、こうなって、じゃあ、これとこれが等しいからっていうんで、まあ、この面積出して、この面積出して、イコールっていう式を作ろうかなと、まあ、一瞬思ってしまうんですけども、こっちは考えてますね。こっちは0と2引く k がさっきの α、β で、で、この関数とこれを連立させたものが、ここで交わってるってことなんだから、もうそのまんま、インテグラルの0、2引く k で、まあ、x カッコ、x マイナス2プラス k かな。の dx って、もうそのまま、これ引くこれすなわち2引く k を3乗すればいいだけと。6分の。で、まあ、係数がマイナスなんで、マイナスマイナスでちゃんとプラスになると。これがもう出たと。で、じゃあこっちはって時に、ここって結構出すの大変かなと。まあ、出せないことはないんでしょうけど、ちょっと大変。で、そこでちょっと考えるのが、まあ、これはもう中学受験や高校受験の中によく出る、ここまあ、蝶々の法則とか言われるんですけど、ここの面積とここの面積等しいですよっていうのは、平行線ならば、これ、底辺が共通で高さが同じなんで、この三角形とこの三角形の面積等しい。じゃあ、この共通部分を除いてもやっぱり等しいですね。じゃあ、共通部分入れて考えても等しいですね。というのと同じような話で、これって、じゃあ、この部分、あ、ここの部分、E。で、この部分を、うとするならば、あたすうと、あたすいは同じですよねと。あといが等しいっていう条件なんで、あといが等しいならば、このうの部分を入れても等しいですねと。で、うの部分を入れればこっちの面積は出しやすいですよねっていうのは、これ、さっきのこの放物線と直線で囲まれた話になるんで、で、交点分かってるから、いたすう、間違えた。いたす、いたすうは出しやすいですね。そうすると、いたすうっていうのは、これはもうそのまま、6分の2たす k の3乗ですよね。ここの部分っていうのは。あ、いや、この部分っていうのは。この部分っていうのは、0から2たす k で交わってると。で、さっきの公式通り、で、面積だからプラスになるように、マイナスマイナスになって、プラスになるので、これと。で、それと、じゃあ、あたすうは、まだ出てない。じゃあ、なんで、この青の部分を出すのはあまり必要がなかったということになって、じゃあ、あたすうを出すには、これはさっきのこういうタイプですね。そうすると、これは今、これ要するに符号が反対なものを引き出すので、上が、上に取っか。マイナス x 2乗プラス 2x から、下がこっちを引くんで、マイナス x 2乗プラス 2x と。
で、そうするとマイナス 2x 次乗プラス 4x で、これを0から2まで積分するのに、今度は係数がマイナス2になっていることだけ気をつければいいんで、じゃあこれも6分のマイナス、マイナス2で2。で、2引く0の2の3乗と。で、これが、アタスウと、イタスウ、これが等しいですよ、ということは、これが6分の2の4乗と。じゃあ、結局6分だもん消えちゃっていいんで、こういう三次方程式と。で、ここで、K の三次方程式ができて、で、これ、ばらして三次方程式にしたら、なんか整数解出るのかなってやっちゃ意味ないです。というのは、これはもう、2たす K を一塊と考えれば、これじゃこれ、ラージ X と考えれば、ラージ X の3乗が2の4乗っていう、これはもう、グラフで言うなら、こういうグラフに2の4乗がプイってなってるんで、もう実数解1個、それはすなわち、これの3乗根だけしかないですと。なんで、整数解なんか持ちようがないんで、これはそのまま、2たす K が、これの3乗根。なんで、2、3乗根2かな。になります。じゃあ、そしたら K は結局、マイナス2プラス2、3乗根2が答えになります。と。で、以上です。ありがとうございました。